はようございます。釣り子 TV です。やっと買えたー。これ、アイウィング135っていうことで、これねー、すごい欲しかったんですけど、なかなかね、売ってるところを見かけることがなくて、そんでね、先日、メガバスのポモリさんとね、釣りをする機会があって、で、まあ、横で投げてね、いい動きしてるんですよ。クソーと思って、持ってないと思って、田中さんまだ持ってないんですかって、持ってないですよと思って、まあ、一個ぐらいくれるかなーなんて思ったらね、いや、まあ、なかなかね、そううまく世の中はいかないもんで、で、まあ、いい色味があったら、欲しい色味が、釣り具屋さんで並んでいたら買っちゃおうなんていうふうに思っていたんですけども、これ、ね、マットグロー PH っていうことで、こんな感じの色ね、結構リアル系カラーが多い中にあって、で、なんかね、ネットとかでは見ていて、この色を売ってたら、これもうね、真っ白な感じでね、買いたいなーと思って、この色あったら買おうと思って売ってたんですよね。で、すいません、速攻で買ってしまいました。ということで、値段がですね、5800円。まあ、高いですね。まあ、大きいっていうのもあるんですけどね。あと、専用のパーツもふんだんに使われているっていうのはあると思うんですけども、およそね、6000円近いんで、まあ、メガバスね、メガドックなんかもね、あの大きさにしては結構値段の方、お安めに頑張ってくれてるなと思ったんですけど、さすがに、アイウィングはちょっとね、定価お高めですね。まあ、サイズも大きいし、ね、こういう専用のパーツもいっぱい使われているんで、そんなところなのかな、どうかな、よくわかんないって感じですけど、じゃあ早速開けていきたいと思います。まあパッケージはこんな感じでね、もう釣り具屋さんにあったらね、こうかさばるね、ほんと、あ、売ってるってすぐ見つけることできましたよ。こんな感じの大きなパッケージに入っていて、はい。ああこうなってんだ。この口なんだろうと思ったんですけど、口のところにこうゴムでね、猿ぐつわのようにね、針がね、動かないように。これ針が動くとここにね、フックサークルね、ついちゃいがちですからね、すごいね、そこら辺すごいちゃんとしてますね。こう、針が動かないようにこんな猿ぐつわされていることによって、ここら辺に、使う前にね、あと封開ける前に、不意にフックサークルがつかないような、されていますね。じゃあ、早速猿ぐつわを取って、またね、こういうのもね、こういうね、連結部の動きをね、抑えるのにね、結構ね、取っておくと役に立ったりとか、まあ置いて、はい、こんな感じ。結構羽がね、ラフな感じですが、しっかりとした専用のパーツで取り付けられていて、で、ここにもゴムがついてるので、これ取っていいのかな？ちょっと後で裏とか説明書き見てみますけども、顔立ちがね、いいですよね。このメガバスっていう感じの顔立ちで、で、羽も専用のこういうね、機種物心入ってますね。羽。メガバスってね、書いてありますけども、で、後ろのね、あ、ここもね、実際触ったこともあるんですけど、こんな感じで結構ね、柔らかくラフに動く。で、実際に使ってるところを見て一番気になったのが、ここね、中に専用の音を出すパーツが入っていて、ちょっとした動きでも機敏に反応して、結構な音を奏でてくれる。ね。腹側がね、フラット面はあるんですけども、ただ、NZ クローラーとかに比べるとこの感じ。薄いですよね。これによって、まあ、ちょっと使い分けができるんじゃないかっていうことで、平たいボディの羽物、そしてメガバスのこのアイウィングは
なんていうか、普通のベイトフィッシュライクなんていうかね、薄いデザインになっていますので、ここら辺でフッキングの性能も良さそうだし、でこの後ろの可動パーツもあるからね、フッキングも良さそうだし、ちょっとね出しどころが変わってくるのかななんていう風に感じたので、1個、ぜひね買ってみようって思ったんですけども、まあ NZ クローラーね、雨の時とかすごいね効くって評判で、実際に自分もね、雨がバーって降ってる時によく反応がいいななんて思うんですけども、結構ねちょっと晴れ上がった日なんかもすごい効くんじゃないかなこれと思って、かかりもいいんじゃないかこれなんていう風に思ってですね、買ってみました。じゃあね裏にねいろんな説明が書いてある、ちょっとね予習復習ということで見ていきたいと思います。ビジョン1点を生み出した伊藤由紀率いる ITO エンジニアリング渾身の史上最強の羽物、その名は iWing。 タフフィールドにおける数百時間に及ぶハイドロダイナミクステストによって生み出されたスーパーリアルボディに超軽量薄型ジュラルミン製ウィングを装着、わずかにラインを張った程度の超デッドスローリトリーブでも即座にマイクロピッチ波動を発生、その後はまるで弱ったベイトに群がりついばむ小魚群のよう、高速リトリーブではボディは水面から剥離するホバリング状態となり、ビッグボディを感じさせない軽やかなバジングを披露、ウィングアクションと連動して作動する内蔵された RAB はボディ内で貸し切りアクションを発生させ、ジョインテッドテールをしなやかにテールウォークさせながらワンテンポ遅れたディレイサウンドを発生、遠く離れたターゲットを確実に、刺激して、訴えかけますということで、羽の振動×ボディーロール×テールウォーク×RAB サウンドの4つのバイト誘発要素が効果的に絡み合い、スーパータフの状況下でも果敢にビッグフィッシュを水面へと誘い出します。これまでの羽物の常識を根底から覆す史上最強のウィングベイトですということで、ご使用前にヒートの保護チューブを必ず取り外してくださいってね、気になっていたこのね、このパーツだな、これはね使う前に取っちゃってねって書いてあったんで、もうね次釣り場へ持っていったら、まあ使うんで取っとこうかな、取れた。ここに傷がつかないようにかな、この保護のチューブがついてるんで、それ取って、これで使える状態っていうことでいいんだと思うんですけども、なんかガチョガチョしてでね、大きすぎない感じなんですよね。確かにビッグボディなんですけども大きすぎない。ただそうか、羽がねそこまでねこう畳まれないから、ちょっとね使うしまっていくボックスはちょっと考えないとななんていうふうに思うんですけども、で、この白色ボディに黒色バネがついていますが、このアイウィング出た時からね、この替えの羽のジュラルミンのこのねパーツなんか持ってるんで、ちょっとねまあ白黒もこれかっこいいんだけど、赤い羽とかもつけてみたいなとかね、ほんとね一番欲しかったのはねバイパーレッドってね、あの赤いカラー欲しかったんですけど、それはねちょっと見つけることできなかったんで、まあバイパーレッドに赤い羽とかねつけて赤赤で使ってみたいなとかね、夢はね膨らんでいるんですが、まずはねこの白っぽいこのカラーね、視認性のトークでも良さそうなこんなカラーを手に入れてみたんで、まあちょっとね雨降ってない時なんかもね、もう早速買ったカラーには投げ込んでいこうかなってね、すごいボイルしてる時なんかもちょっとこれでゆっくりとか早くとかいろいろ誘ってみたいななんていうふうに思うんですけども、まあまずはねちょっと釣り場へ持っていかないとねっていうことで、いつの間にやらもう8月に突入してますからね、気がついたらなかなかトップで出づらいシーズンになっちゃってたなんていうこともありえるんで、まあねちょっとね買ったはいいけど釣っていない羽物系のルアーってねまだいっぱい持ってるんで、どんどん投げていかないとなってね、まあ夏の暑いね日中ドッピー感、そういう時なんかにもね羽物効くなんていうの聞いてますので、そんなタイミングなんかもね投げていこうかななんていうふうに思いますよ。これね、こんなケースに入っていますということで、いよいよねアイウィングね、
今年の結構目玉、メガバスの目玉の一つなんじゃないかな、ね、最近だとまあ比較的メガバスのルアーね陳列されていて買いやすくなったんですけども、久しぶりって言ったらなんか失礼ですかね、もう久しぶりになかなかすぐにね在庫は消えてしまって、買いづらいメガバスルアーだなーなんていう風に感じたので、早速ですねこのまあ、かっちりとした作り込みで、まあ、持ってるだけでね上がる感じですよね。ボディはね結構なんだろう、へこんでるところあり、平たいところあり、ちょっともっこり膨らんでるところあり、可動域ありっていうことでね面白い感じなので、チャンスがあったらどんどんと投げていきたいと思います。まあね、あの動きの動画、小森さんに実際投げてもらったのね、撮影してきたやつなんかあの釣り子 TV のとこに転がっていたりするので、まあそちらなんかも見ていただきつつ、まずはね細部はこんな感じですよっていうことで、ちょっと開封動画っていうことでね、カメラを回してみました。あ、いい音だなこれ、乾いたカプチンカプチンね、まあちょっと釣り場でもねこの音を響かせながらちょっとブラックバスの方を狙っていきたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV は、メガバスのね、デカハネモのアイウィング135、これを買ってきてみたい、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。